炎の剣は和田真嗣による日本の漫画作品。集英社、別冊マーガレットの1973年3月号に掲載された。単行本はマーガレットコミックスより全一巻。最初に刊行されたマーガレットコミックスには雑誌掲載時のまま収録されたが、2003年に刊行された MF コミックス神京一郎事件簿収録以降はイスラームに対する配慮からか、 宗教関連を中心に訂正が行われた。アラーの名や姿が削除され、表現やセリフも変更されている。秋田書店、ミステリー・ボニータの別冊付録に至っては、宗教名がわからなくなっている。作者と当時の編集長が、黒沢明の大ファンで、隠し取りでの三悪人をもとに本作を執筆、掲載したが、読者投票は芳しくなかった。十一世紀前半。 キリスト教国家のヨーロッパ諸国とアラビア系の国家軍の対立が激化しており、唯一、ムスリムのアマルカンド王国とその北側に隣接する非ムスリムのエクル国は友好関係にあった。しかし、それを心よく思わぬ高戦的な二国、南東に接するマジャハールと南西に接するアブドールが、上辺だけは協力して攻め込み、アマルカンドは滅ぼされてしまう。同じムスリム、 同じアラビア人なのに分かり合えぬことを嘆く、アマルカンド王国のサルタン。アマルカンドの宝物殿で眠り続け、約100年間の歳月を一度も出されたことのなかった、アマルカンドに代々伝わる封建、戦いを収め平和に導くという多くの伝説を持ち、アマルカンドの守り神とも言うべき剣をサルタンにより、授けられた、エクル国の王女ヒルダ姫だったが、親善大使として彼女に、 有効の印として私た党のサルタンすら知らない秘密があった。その奉劇、炎の剣は全アラビアを支配することができると言い伝えがあったのだ。それを信じて、マジャハールとアブドールのサルタンは奉劇を探し求めていた。途中のマジャハールの支配を受け入れたアマルカンドの町で、奴隷商人、ヒゲクマに連れ戻されたヤシの木の上で寝るのが大好きな少年、アリーを助けたことに、 ヒルダ付きの護衛騎士アーネストは気が強いだけの姫と思い込んでいたヒルダの優しさを知るのだった。その矢先、アブドールの石膏兵に見つかってしまい、アーネストと対峙するアブドール兵は7回の武術大会でいずれも引き分けに終わったライバルのマーカスだった。なんとか切り抜けたヒルダとアーネストはアリーの生まれ育った町にやってくるが敵兵に囚われてしまう。実は踊り子サロメが 報奨金目当てに二人をエクル国の逃亡者だと看破し、売り渡したのだった。しかし、弟、アリを救い出してくれたのが、エクル国の二人だと知り、恩人を売り渡してしまったことを悟り、開梱に苛まれ、宝剣を手に踊ると見せかけて、アーネストの白い鷹サムソンに渡して、罪滅ぼしを兼ねて、恩返しをする。マジャハールとアブドールの両軍が襲いかかったとき、 ヒルダの心に打たれた、アブドールの兵士で、アーネストトライバルであるマーカスはアーネストに加勢して、戦うが、大勢に、無勢で二人が撃たれることは時間の問題だった。アーネストを思い、炎の剣を手にして、彼を助けてと祈った時、アラビア人が信奉する唯一カミアラーが現れて、巨大な地割れを生じさせ、元凶の二人のサルタンを、引きずり込んで罰する。 残された両軍の兵士はある兄ヒれフすのだった。百七十六年一月二十日、発売 i s b n 四から零八から十五万百二十から、五集営者、マーガレットコミックス全一巻百九十三年三月五日、発売 i s b n 四から八8 6 5 3 0二七三大都社、ST コミックス、全一巻百九十五年二月十五日、 発売 ISBN4 から592128931白戦車、花と夢コミックス、全一巻2003年2月22日、発売 ISBN4 から840104816、メディアファクトリー、MF コミックス2004年3月6日発売。ありがとうございます。